この〇〇の答えなんです。これは添加物になります。添加物というのはですね、例えば市販のお弁当とか、おにぎり、菓子パン、お菓子とかですね、そういった添加物って身の回りにすごくたくさんありますよね。この量が多くなってしまうと、体の中に毒素を溜め込んで、この毒素を溜め込んでいる方っていうのは、おならがすごい、あとはうんちが臭かったりというような特徴があります。これはまあ、揮発性の毒素というものにもなってくるんですが、この毒素が溜まってくるとですね、腹膜っていうお腹の中の膜があるんですけども、そこにですね、この毒素っていうのが移って、そしてこの腹膜にくっついている大腰筋、これが大腰筋という筋肉になります。これお腹の中通ってますので、さっき言ったね、腹膜という膜にね、ちょうどくっついてる。ですので、この毒素というのがね、この大腰筋にまで移ってきます。そして炎症を起こすんで、なんで炎症を起こすかっていうと、ここに溜まった毒素をね、体の方に排泄したい。そのために炎症を起こします。そして炎症が起きた結果、大腰筋が硬くなって動かなくなる。そうするとどうなるか。当然ですね、これだけでも腰が重たくなったりとか、足が上がりにくくなったりとか、いろんな障害出るんですけども、特にですね、私がいつも言ってるこの腸腰筋の一部の大腰筋が硬くなることによって、腰が立った時取ってしまって、中間を狭くしてしまう。そうすることによって、脊柱管狭窄症や滑り症が悪化してしまうということが結構あります。